バラエティー史に残るフリートーク番組といえばパペポ最低男ガキツカ松新あたりが個人的にはすぐ思い出されるんだけど、一番好きだったのが大音楽。しんすけさんがライバル視してた古舘さんとダウンタウンと総益を成していたトンネルズ高明さんのトーク番組だったからこそ後に松新が生まれたと俺は勝手に思ってるんだけど、大音楽だけはカットシーンも含めてコンプリートボックスで出してほしい。無駄にブルーレイで。古舘さんはアナウンサーができることをエンタメに昇華させてやり尽くしてきたから更新は大変だろうなとも思うけど、一つの職業の可能性をこれだけ切り開いたってことでもあるから、安住さんとか後輩らにも尊敬され続けてるんだろうね。あ、トーキングブルースもブルーレイお願いします。